ちは。こんにちは。さあ豊さん、はい、まあ、近藤健介選手がソフトバンクに FA で来ました、はい、ソフトバンクは宝の山だもう本当いるね選手が。そして今年結構取りました。まあ結構取ったけど、はい、その近藤が行く、まあそれは日本ハムには痛手だけども、はい、まあ考え方によっちゃさ、はい、じゃあ近藤中心に考えてたチーム作りを、いや方向転換して、うん、ああじゃあみんなで戦えるようにしようって、はい、うん、そのためには何が必要か、うん、誰を人的保障で取るか、はい、まあ、そこだよな。そうです。いない人を悔やんでもしょうがないし、はい、まあ、新たに入ってくる人、はい、人選をね、はい、考え抜いて、はい、じゃあこういうチームにしようっていうビジョンがまた新たに出来上がってると思うんだよね。そうですよね。だからそこで誰を取るかだよ。そうです。というわけで今日はですね、はい、日本ハムはソフトバンクから誰を取るのか大予想です。豊さん、まあ使わないんだったら、うん、みんなくれとまあそのぐらい、そのぐらいいるんだよ。そうなんです。でね、プロテクト28人でしょ、はい、しきれないな。ソフトバンクもう残っちゃう、余っちゃう。もったいないぐらいですね。もったいないぐらいだけども、はい、これはしょうがない、ルールだから。まあそうですよね、うん、なので今日はもちろんその誰を取るのか、はい、プラスじゃあ一体誰がプロテクト外れてるんだろうかっていうところもそうですよね。まあこれは予想でしかできないけどね、あくまでもね、はい、うん、一応考えられるのはピッチャーで大物で言えば武田翔太、武田翔太が外れるだろうな。田中正義、はい、笠谷、はい、森、高橋玲、はい、高橋純平、はい、新庄監督の好きそうな杉山、あのめちゃくちゃ球の速いね。球の速い、はい、うん、で野手では谷川原とか、はい、海野とか、はい、リチャード、うん、野村、上林はどうかなとか、あ、なるほど、とかがちょっと漏れるんじゃないかっていうような考えを持ってんだよね、はい、なるほど。でもその中でピッチャーで高橋玲投手とか森唯斗投手も外れるかなっていう予想ですか。いや外さないと他がプロテクトできないんだよ、うん、そうか。で和田も外しそうな感じはするんだよね、年齢的に取られないだろうということですか。 だろうと。でも昔のその人的保障って取られないだろうと思ってる選手が取られていくからね、うん、ベテランで手を出さないだろうっていうのも、はい、そうですよ。でも和田なんか取るとさ、はい、なんか先生になっちゃうよね。いやもうそうです、日本ハムの中で、はい、とかまあそういうことを考えると和田っていう可能性もなきにしもあらずだけども、はい、でもまあ新庄監督の思惑としたらやっぱ力のあるボールが好きだから、はい、まあ、ピッチャーで言えば杉山とか、はい、で変則も好きだって言えば高橋玲とか。なるほど、うん、先発が欲しいっていうことなんですか、中継ぎ。まあ両方やらすと思うよ、新庄監督の性格だったら。もう一度手元に置いてどっちに適性があるかっていう、うん、でもまあ杉山なんかはまあ抑えで非常にあの苦しんでるわけよね、はい、伊藤大海があまり抑えを良しとしない、はい、やっぱ先発は行きたいっていうようなね、うん、ことも言ってるし、はい、そしたら杉山なんか取ったらピシャッとはまるよね。後ろそうですよね。俺はもう力があるもん。1イニングだったら、まあ、ボールは暴れるけど、はい、ほとんど抑えてくるんだよ。そうすればそうです、ね、伊藤大海投手をまた先発の枚数に戻せる。まあそうだ ね。いやそれと、はい、まあ、高橋で先発 で、はい、でまあ、変則でね、うん、うん、まあ、考えるだろうし。森唯斗投手はどうですか、まあ、ちょっと怪我があれでしたけど、まあ、まあそこら辺がね、はい、ちょっと力が落ち気味じゃないかっていうようなことを考えると、はい、やっぱ取らないかなって思う。あとまあ、それは実績経験からしたら抑えがいないんだったら、いや森くれよってなると思う、はい、うん、でも森までソフトバンクは若手も含めるとさ、やっぱプロテクトできないよ。そうですね、うん、あと武田翔太投手も取る可能性っていうのは日本ハムは、いや先発で、はい、ある程度ゲームはちゃんと作ってくれるからね、はい、うん、まあ可能性はなくはない、ね、いやいや欲しいよ。そうです、いや申し訳ない、今度取られたんだから2人ぐらいくれませんかって。そうですよね、言うかもわからない。それってでも1対2はダメなんですか。ダメだよ、当たり前だよ。そりゃソフトバンクも出さないよそんなの。そうか、じゃあこれ、うん、じゃあ豊さん、もし投手を日本ハムが取るとすれば、投手の中から1人、豊さん、その投手としたらさ、はい、やっぱ
俺は魅力的に魅力を感じるのは杉山だな。おこれは先発でもいけるし抑えでもいけるという。なるほど。で力がある、はいね、杉山なんか面白いなと思うしね。なるほど。でキャッチャー取ってるでしょ。そうですね、伏見選手取ってます ね。だから海野っていうのはいるんだけど、はい、渡辺とかさ、うん、もうすごいバッターでキャッチャーができるやつがいるわけよ。はい、で峰井でしょ。だからこの3枚でもいけるし、おそらくプロテクトが外れないっていう可能性があるんだよね、うん、あなるほど、そういうことなんですね、うん、さあそして野手ですけども、まあリチャード、はい、野村はいいよこれ。伊藤さん言ってましたよね、ソフトバンクで野村選手すごいバッターとして好きだっていう。まあバッターとも好きだし、はい、足も速いしね、はい、魅力あるなよいや迷うと思うよ。でも日本ハムの野手が育ってきてる中でそれでもやっぱり取りたくなるも理由っていうのは。いや俺はやっぱりピッチャー取ると思うけどね。あ、うん、野手はそこそこ今年で目処はついたと思うんだよ、はい、でまあ今川がいたりだとかさ、うん、清宮いたり、うん、野村を4番にするとか、はい、上川畑がショート、うん、まあこれは固定で使える、キャッチャー伏見取った、うん、まあある程度競争させると思うけどね、はい、万波がいるとかさ、松本剛がいる、はい、まあ、そう考えると、まあ、そんなに厚くしなくても、はい、多分いいと思うんだよ。で阪神からも取りましたしね、江越な、はい、うん、まあ、江越が使えるかどうかっていうのは別問題として、はい、結構野手はいると思うよ。だから、まあ、ピッチャーだやっぱり、まあ、昨年苦しんだのはピッチャーだもん、うん、それも中継ぎな、はい、北川君がいい勉強したけど、うん、でも北川がピシッとまだこうまあ、1年目だからね多くは望めなかったけども、あそこがきちっと大勢みたいに巨人の、はい、うん、抑えててくれたら、はい、もっと成績は良かったと思うしね、うん、だからそういう意味からすると、まあ、ピッチャーだな、高橋で、うん、杉山、はい、田中正義、はい、まあ、こういったあたりかなっていうふうには思うけどね。そこら辺ですね。上沢投手が活躍すればメジャーに行くらしいと。大丈夫かな、うん、まあ行くのはいいけどさ、はい、まあ、取り手があればね、はい、まあ、行くんであれば、まあ、杉山だよな、やっぱり。そうか、だから先発もできるし抑えもできるし、もう杉山投手しかいないじゃないですか。いや俺の中ではもう、 こうリスト書いていって、はい、まあ、これをプロテクトするだろうなっていうふうに考えて、はい、まあ、そしたらやっぱ杉山になっちゃうね。だから杉山投手であれば例えば来シーズンは抑えですかって、上沢投手がメジャーに行っちゃったらちょっと先発足りないなと思ったら、いやそしたらもう新しいの取ってるじゃんいやそれは取るよ、取るよ、ドラフトで。ああそうかそうか、うん、だから、まあ、そんなにバタバタすることはないんだよね。矢沢が入るからさ、矢沢はバンバンいけるから。そっか、うん、だから大丈夫。ってことはやっぱり抑えもできるしっていうところで。そうそしたら教授はもちろん中ってことですもんね。では教授は中でも使えるし、で伊藤大海投手を先発にもう一回回せるしね。だからまあやりようによってはいくらでもピッチャーが一人入ることによって、はい、まあ、形は変えられるということだよね。なるほど、うん、まあ、高橋嶺でも面白いしね。そうですね、うん、変則だし、これはちょっと豊さんの中では投手本命の中でも杉山投手がやっぱ一番、うん、やっぱねボールに力があるっていうのは魅力だよ、うん、でかいし角度あるし、はい、あれがハマったら、うん、いや素材的に言えばよ、はい、千賀クラスだな、素材的にはよ、はい、あそこまでまとまりを見せるかどうかは別問題として、うん、やっぱ魅力はある。そうですね、うん、豊さんが予想すると なんだか裏目に出るっていうねコメントが来てるんですけど、杉山君移動することはないと思いますけどいやでもこれはちょっと当たる可能性高いですね豊さん、まあ、こう話してるとな、はい、なんとなくそういう風になっちゃうよね。なっちゃうんですよ、なっちゃうんだ。まあだけど、はい、多分ピッチャーを取ると思うよ。ピッチャーを取る、うん、やっぱりピッチャーいくらいてもいいからね。そうですね、うん、だから野手っていうのは確率が悪いからさ、3割っていう、うん、ことを考えると、まあ、ピッチャーの確率の方がねやっぱ抑えたらっていう、もうピッチャーの方がスターだから。そうですね、いやそうだよ、ピッチャースターなんだよ、うん、あそこの小山で登って投げるっていうのは、はい、もうそれだけスターの素質があるという、うん、野手は球拾いだから。そんなことない。いやいや、俺も玉拾いの一人だった。いや、そういう感覚の方がいいよ。玉拾いだよ。ピッチャーのピッチャーの感覚なんか、はい打った。玉拾い。よく取った、よく取った。こんな感じだ。
でカーンってああファインプレー、はい、おーサンキューみたいな感じだから、もし玉拾いの方たちがミスしたら何やってんだ玉拾いがっていうような感じ、まあ、いわゆるあの阪神の下柳投手みたいな感じですよね。そうそうそういやだから野手は玉拾いだからいや本当だってやっぱピッチャーがボールを持って投げないと野球スタートしないんだから、まあ、そうですね、みんなピッチャーで4番だよみたいな、はい、それを押し通してるのが今大谷一人でしょ、はい、でもピッチャーで最低残る、バッティングは捨てたピッチャーでいくみたいな、はい、ピッチャーがスターなんだよ、今スターを取りなさいそうですね、そうそうそう、じゃあ杉山投手本命ということで、そうだな、はい、はい